日本近畿地方大阪府大阪市中央区恵比寿橋、恵比寿橋恵比寿橋は、大阪市中央区の道頓堀川に架かる、震災橋筋、恵比寿橋筋の橋、河野池組志向。恵比寿橋の名前の由来には、今宮恵比寿神社にお参りする参道であったことから、西宮神社の射殺が配られたことから、という二つの説があるが、通常は一つ目の説が有力視されている。 江戸時代にはこのルートから西成郡南波村、今宮村を通って今宮恵比寿神社に向かったとされる。慶長3年、徳川義信は大阪城で外交施設を引見する際に上位の風潮に配慮して永世京と改名したが定着せず恵比寿橋と呼ばれ続けた。大阪南の繁華街の中心に位置する。 北爪は、震災橋筋の南端で震災橋筋商店街が、長堀通りまで、南爪は、恵比寿橋筋の北端で恵比寿橋筋商店街が、南海南場駅前まで伸び、人通りが多い。とりわけ南西田元にある、栗子サインは有名で観光スポットにもなっており、1日、平均20万人が恵比寿橋を通行している。長らく1925年春行の、 鉄骨鉄筋コンクリート製アーチ橋がかかっていたが2007年に現在の橋に架け替えられた。菓のトンボリリバーウォークへ降りるスロープが設置され、橋元には三影石と聖堂を用いた仙台橋の三連窓壁降乱が取り入れられている。また観光客などが立ち止まることを考慮して橋上は円形の広場になっている。1985年。 2003年の阪神タイガース優勝時2001年の大阪近鉄バファローズ優勝時2002年の日韓 W 杯での日本代表勝利時決勝トーナメント進出時にはこの橋から道頓堀川に飛び込む若者が相次いだちなみに2003年の阪神優勝時に飛び込みによる死亡事故が起きたとされているが実際には事故が起きたのは2日後のことで 欄ンに登って川を覗いていた会社員を何者かが後ろから押したためであった。これを受けて2005年の阪神優勝時には大阪市がフェンスを巡らして警察官を配置するなど対応をしたがその目をかいくぐって道頓堀川に飛び込む若者が少数ながら存在した。その後橋の老朽化及び飛び込みに対する対策などを理由に掛け替えが行われることになり 2003年に公募が行われ、最優秀作品をもとに、前述の通り2007年に掛け替えられた。しかし、掛け替えた後も、掛け替える前と同様、阪神タイガースやサッカー、日本代表が重要な勝利を挙げた時や、年末年始のカウントダウン、ハロウィンなどに道頓堀側に飛び込む事例が続いている。2014年末から2015年初めの、 年末年始のカウントダウン飛び込みで、韓国人の旅行者による死亡事故が起きたが、これは、恵比寿橋ではなく西隣の道頓堀橋から飛び込んだことによるものである。なお、大阪市外など一部の人々の間には、恵比寿橋が震災橋だと誤解している人もいるが、これは誤りである。仙台京時代にはナンパスポットとしても有名だったことから、きっかけ橋という異名がある。 恵比寿橋より望むグリコサイン付近のパノラマ写真、グリコを除く、過去を含む、ありがとうございます。